You're listening to Shibuya Cross FM.皆さんこんにちは。そして明けましておめでとうございます、はい、おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。山下俊介のブラッシュタイムラジオということで、はい、今日は豆乳さんも今 ね、 豆乳さんがね聞いていただいてますけども、豆乳さん、楽しい番組も始まってね、これはすごいですね。豆乳さん、寒くはないのかな。豆乳さんは寒くない、寒くないって、あ寒くない、うん、もういつでも飲めるようになってるんですね、ストローつけて。目はどこだって話。視線を合わすのが困る。そうですね、あの僕たちが一つ前の枠で ね、 東京さんね、新しくね始まりましたもんね。先生がスポンサーされてる。はい、一部ちょっとねあのやらせていただいて、はい、あのご縁ありまして、オーディションだったんですよ実は。すごいですね。で、はい、あの番組中お話できなかったんですけど、はい、ちょっとねその豆乳さんの番組のオーディションの裏話でいくとね、オーディションかけて応募が18組ぐらいなんですよ。 すごいですね。であとはもう書類審査で、4組に絞って、はい、で4組でもう一回レポートを出してもらって。先生あのいつの間にそういうのしてるんですか。全然だって、すみません、あの歯医者さんでしたっけ。あそうですね、もうね、はい、その間にあの本業やってるんで。あいやちょっと待って、休みも2日間しかなくてはいはい、いつやってるんですか。すごいですね本当に。時間あればやってます。あ偉いなほんま。寝る時間が、ね、そんなにいらないんですよ、はい、いらないですよね。いやすごい、もう今年もまあ始まりましたけど、はい、はい、そうですそうです。いやもう今年 ねいよいよですよ、ね、本当にまあちょっと年始初めね、うん、まあちょっと皆さんもびっくりしたし、まあ今では2年期待されている方もたくさんいるわけで、まあ、なかなか明けましておめでとうという言葉を、うん、1週間弱言えなかったっすよね、うん。まあまああのね、もちろん被災に遭ってない僕たちがこういうことを言うのもあれかもしれないですけども、うんうん、まあ、本当に、まあ、気持ちもやっぱなかなか前向きになるのきついなっていう、うん、もうなんか、まあ、ただ辰年ということで、そうですね、まあ龍が暴れちょりますね、うんうん、本当にすいません辰年で。そうですね、年男ですからね。暴れる気ね、暴れいやだから本当なんかこうこの暴れる龍に乗るか、うん、ね、はたまた振り落とされるか、もうこういう時代になってきたなと今年は。いや正月きつかったね。きつかった、うん、確かに、うん、正月気分がちょっとね、うん、まあそんな中ね、うん、年末年始にかけていろいろ私の方もありましたんで、うん、ちょっとその辺を一緒にお話したいなと、はいはいはい、思っちょります。はい、で、はい、まあ、まず今年の前半の山であります龍馬マラソン、はい、龍馬マラソン、はい、でもう1ヶ月、はい、2月の18日ですので、もういよいよですよ。1ヶ月前、いよいよですよ。うわドキドキしてきた1ヶ月言うても、あ2月はそうか、1ヶ月ですよ。そうです、1ヶ月です、1ヶ月。ね、そこへ追い込みながら体重を落としながらのお正月だったので、はい、あそっか、あまり食べない。正月はやっぱり戻っちゃったんですよねちょっとだから最近の先生会うたびに痩せたりちょっとむくんだり痩せたりむくんだりこうアップダウンが結構激しいですねでも、ね、正月明けてからもうずっと毎日、ね、元旦も行き、それから2日3日も行き、でそうですね、体重的にはあともう1キロ落としたらいけるぞ。あ、本ですか。うん、わいい感じ、ね、73キロ台。あ、いいっすね。今ね、73、4ぐらい。4、3。いい体重っすね。あら。身長からいくとね、72ぐらいなんですよ。なるほど。いやちょっと僕もだから僕も多分結構今測ってないけど結構落ちてきてて、うん、今ちょっと筋トレもしながら走り込みまくってるんで、まあ、けどいい感じになってきましたね、うん、走り方変わったんで仕上がってるでしょ。仕上がってきてますよ、ね、多分、ね、けどあとだから言っても40キロ50キロ、うん、今月走らないといけないんでちょっとね大変ですね。いけるでしょ。か寒くなって冷やいですわほんまに。いや冷やいのは最初の5分だけやから、ようご存知でようご存知で最初の5分冷やいのを我慢すれば、す、ね、あとはもう汗は、でもこの冷やい中ね走ると汗出ないんですよ。そうですね、
それもありますね。怖いのが汗出ないから脱水になりやすいんで。あ、そうだから、ね、マラソンの方は、うん、日々お水飲んでくださいと。絶対飲んだ方がいいですって言ってました。汗出てる感じしないもんね。うん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 、うん、その辺が最近分かった。いやだから本当、まあ先生だから、うん、もう来月だから、このラジオが、はいはい、マラソン終わった後になります。後ですね、はい、なので、うん、やっぱりいや後なんですけど、はい、そこ問題なのよ。ちょっと今日話しようと思って、はい、日曜日じゃないですか、はい、でその週の水曜なんですよ。はい、そうです。来れるわけないでしょ先生。来るでしょ。僕今年バカだから水曜日のこれ終わった後コンサートです。え、マジで？その日の夜東京で僕コンサート入れてしまって、うん、死ぬかもしれません。でちなみにね、はい、同じなんで、うん、月曜日僕仕事入れてるんですよ。あ、入れたの？入れたらいかん言うてんやん先生。午後から。午後から。いやでもね、午前中ね10時から仕事しようと思ったの。いやいやいや、でもほんまいかんすよ。いやなんかね、いろんな人の話聞くと午前中は多分ね、いやね先生ね、低音を一応使う仕事じゃないですか、うん、足はまあ一応死んでます。足も使うよ。そうか、プッシュこうやって踏むからね、ペダルを踏めませんよ絶対。先生大丈夫ですか。いやもう入っちゃったもん。入れちゃったもんね。うん、やっぱまあまあ入っちゃったもん。ってことはもう先生もほんま死ぬ気で練習してくださいね。分かっちゃいますよ。お月曜日から働くかすごいわ。僕も月曜日はもうとりあえず移動日にして東京帰って、うん、で火曜日リハーサルして、うん、水曜日ラジオやって本番なんですけど、うん、いや月曜ここやってこんなやったよっていう話も面白いじゃない。まあまあそうです ね。いやちょっといやこれ未来の話面白いです ね。予測あえて逆らう、うん、逆らうね、うん、あいいじゃないですか、いいじゃないですか、ね、はい、抗ってみよう。水曜日来てくださいよ東京。いやけど本当、うん、まあ去年からまあこの話はね長くしてますけども、はいはいはい、うん、どうですか、これもう本当に1ヶ月切りましたけども、うん、で一昨年の12月にやると決めて1年もうすぐ 1ヶ月、1年1ヶ月経ちました。あと1ヶ月、ね、うん、先生の今のこう、うん、モチベーション、そして、まあ、昨年ね奥さんとね、うんうんうん、こう同じ趣味ができて、うんうん、お金のまたかからん趣味ができて、まあ、すごいこう良くなったっていうのと、うん、あとね僕はだから年末に先生からシュウ君いつもうちょっとで出番やろっていう電話がね、うん、細川家から電話かかってきたんですよ。まあ紅白の話なんですけども、そうね、そうそう、ね、いやけどなんかね、あ、いやまあこれは先生にも電話で言ったけど、いやほんとみんながすっごいいいエネルギーというか声、うん、明るい声でね、うんうん、子供たちもいやなんかすっげえいいなと思ったんですよ、うん、年末、あ、うちが、うん、いや細川家が、あ、うちがね、うん、いやだからそのマラソンというマインドでなんか家族全員がこう走ってるなっていう、今使っていいですよ、いや ほんでね子供にしてみたらね、そんなお父ちゃん走れるわけないやろっていうの多分最初から高くぐってたんですよ。だけども結構ちょこちょこ走ってて、そのタイムをねあるじゃないですか、スマホに出るのがね、あれをスクショして画面で送るとやっとるね、うん、とかね。最近だんだんね、なんかこう上からのこうマウント取られ感がね、うん、だん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 ね、同じような感じになってきて、なるほどなるほどなるほど、頑張りよみたいな。あー、いいっすね、うん、やっぱ年取ってもさ、こうやっぱ頑張る姿の背中って、親父の背中とか、しかもお母ちゃんも一緒に走るっていう、たまんないっすよね子供からしたら。さっき走ってましたって母ちゃん、うん、7キロぐらい すごいね、うん、布下の方やったかな、どっかあっちの方行ってた。いやだから本当にみんながこう走らないかんっていう、うん、まあそれ人生もそうですし、やっぱ走らないかんっていうこのメンタルに、ね、なってきたこの1年。まあだからレモンマラソン終わった後ですね、はい、もうまあ続けられる、多分もう結構癖になったでしょ、はい、動くの。あ、もう走りますよね、多分そうですよね、来年も。あ、もう、おお、当たり前やないですか。もうってことあれでしょ、もうどうせあれでしょ、来月あたりにはまあ一応完走して、はい、来年はこのタイムを切るっていう話し始めるんでしょ。そうでしょう。
最初がね、最初があって2回目があるんですから。そうです ね、いやすごい、こういう話が先生と僕はできると思わんかったですから、めっちゃ嬉しいです。なんでよ。いやマラソンだって、いやいや去年1ヶ月前言いましたけど、だってもう3分歩いて5分で行けるあのコンビニを車で1分で行ってたって言ってたじゃないですか、うん、その人がこんなに変わってるんですよ。すごい、ほんとすごいことだと思います。大きく変わったのはね、うん、最近用事があってちょっと出かけないといけない時に、うん、あ、用事があって外へ出かけれる、歩いて行けれる材料が一つ増えたっていう喜びがあるわけ、うん、はい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 、これは変わりましたね。こんなこと思ったこともない、めんどくさとか思ったけど。そうでしょう、今まではね、うん、よし、ちょっと行ってこよう。車がちゃがまるんじゃないですか、使ってなさすぎて。ちゃがまりはせんけどね。最近帰りがね、別々だったりね。さっき帰りって言って、俺歩いて帰るからよ。の歩いて帰る時もトレーニングなんですよ。ですね。歩幅を大きく、ストライド大きくとって、ちょっと前傾で意識してね、80センチぐらいのストライドでいくって。変わりすぎでしょ、すごいね。いやけどあれでしょ、そういう川沿い走ってたらランナーいっぱいいるでしょ。いっぱいいます、ね、あれでまた刺激もらいますよね。いやね、もう最近この間ね、ご年配の方にね、坂で抜かれちゃいましてね。悔しいでしょう。うん、いやでもね、やっぱりしゃあないですよ、走り方見てたら違いますもん。いや本当ですか、うん、ああなろうと思ってね、うん、いやだからやっぱマラソンって本当練習もう練習の成果でしかないですからね、うんうん、ですね、はい、でもこの時期から本当にもう高知中結構ランナーがね、うん、走ってるので。そうなんです。それでどんどんみんなドキ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 してね、こうでしゅんくんと僕の師匠のね、兵頭さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、で兵頭さんが言われてたのがすごく頭の中残ってるのが、結果必ず出るから、うん、で練習の結果必ず出るのは、ね、うん、マラソンだっていうのを言われてたのがね、もうしみしみと感じ、もうやればやるほど結果出るのよ本当に。でも出そうと思って出るんじゃなくて、結果が結果として出てる、うん、あ今回は8分台やったとかね。特に先生多分去年ほらボーリングも やってるじゃないですか。だからその最初の方、はい、だから今ゴルフもとかスポーツでも何でもそうだけど、うんうん、最初の方のこの伸びが一番楽しいですよね、うん、だからここからまた5時間切るとか4時間前半で行くと か、そうなってくるとまた違う、まあ、楽しみになるのか結構きつくなるのか、まあ、まだ僕だからずっと素人ランナーで走ってるからあれですけど、うん、ね、どうなっていくんでしょうね、うん、まあ、競技というかね、まあ、生涯の趣味みたいな感じで捉えてて、うん、で妻と一緒にまあ、ね、暇の時に走れる、うん、喜びもあり、まあ、間違いなく健康にいいですからね、うん、いい、まあ、走りすぎなく、ね、しかも奥さんとなんか、うん、まあ、ストレス解消にもなってません、なります、ね、だせっかくだ前世もスポーツやってた人じゃないですか、うん、やっぱ青春時代に汗をかく気持ちよさ知ってる人ってやっぱ汗かくといいなと思いますよ ね、その後のだるさね。そうその後のだるく寝れる感。あれたまらないよ。疲れてもう寝れるやつね。最高ですよね。肉体的疲労からくる睡眠の魔力ってすごいね。いいですね、うん、全然始まってなかったでしょ、うん、この何十年。ないいやけど本当にマラソンが、まあ、多分いろんな人の人生を変えてるし、メンタルも変えていれば、うん、もちろん体も変えてるし、うん、ね、今年は、9600人か700人、うん、そうですね、走ると1万人切りましたけどね、うんうん、はい、まあ、けどとても去年が6000人だったので、うん、まあ、3000人増えて、まあ、大きな大会になると思いますので、ね、うん、だんだん戻ってきてますからね、はい、うん、また全国の方、そしてコーチの皆さんね、はい、頑張って一緒に走りましょう、はい、そして、もう一つのトピックスとしては、うん、はい、先生今年新たなまた伝説があれですか、始まろうとしてます ね今ね現在進行形ね、はい、昨年のだからあの時話しましたっけ、あの時だからここそうだ、このラジオに出る前の日に曲できたんじゃない、うん、そう、ね、10月ぐらいね、12月か、そう先月できたんです、うん、はい、でなん と、1月の15日に細川歯科医院ニュー
CM のレコーディング終わりました。あーもう頂戴しました。すごいです、もうすごいですもん。もういやちょっと僕言っていいですか。はい、先生に月曜日、高知から帰って速攻でレコーディングして、で先生に、夜7時、8時か、はいはいはい、LINE で送って、うん、そっか先生からね返事なくて、うん、で僕は9時ぐらいに寝ちゃったんですよ、うん、疲れ切って、うん、で、あ先生から返事ないなとかって思いながら、なんか物足りんかったかなとか思いながら、まあけどちょっと疲れすぎて寝てたんですよで朝起きたらすごいとかで言葉にできんとか出て、LINE にできんか、うん、もうで電話がかかってきてて、ね、でそれでお電話して、もう言葉にかけへんからもうこれ電話やおうって、ね、うん、ああこれ 寝てらっしゃるなみたいないやー嬉しい、先生がいいって思ってくれて。いやそれをね、なぜ返事ができなかったって言葉にできなかったんですよ。あどう書いていいのかすごすぎて。いやもう先生に既読はだから送ってすぐ既読にはなってくれたんですよね。どう返事していいのかね。もう僕はもうあれはもうほんまドキドキでしたよ。だからもうどっちけどそれぐらい衝撃的に良かったってことですか。ありがとうございます。いやもう開いた口がいい意味で塞がらんもうフリーズしてる状態こっちがね。そうで、まあ14日にまた細川歯科医プレゼンツので、うん、高知で初めて、はい、はい、ここにも、デカレンジャーで来ていただきました、うん、菊池美香さん、うん、そして、今高知に、移住されている、まあ一番はストリートピアノでね、有名になって今 YouTube で 2.67万人いる、浅香智子さんと3人で、コンサート、うん、細川歯科医プレゼンツで高知でやったんですけども、なんかあの時のテンションのまま、うん、次の日レコーディングして、まあったね、なんだろうね、クリエイティブを続けてると脳みそがそっちにずっとあるから、アイデアがレコーディングしてるのもガンガン出るんですよ、うん、で、まあ、もちろん OK いただいてるメロディーとその伴奏があったので、もちろんそれは取って、うわちょっとこれ変えたバージョンどう聞いてもらえるかなと思ったバージョンと、うん、であと女性も歌えるバージョンとっていう、まあ、3つとながらも結構、まあ、パーカッションの入れ方、あとアコーディオンの入れ方、ピアノの入れ方、まあ、弦の入れ方、結構凝りました。ねえ、もう結構何タイプ来るのみたいな。そう、結構テイクいっぱいやって、15秒なんで、うん、普通のレコ、まあ、簡単に言うと15秒で終わるわけですよ。あの15秒に ドラマというか、けど今回はシンプルにいかないかんとか、こう自分のこういろんな、これは先生は分かると思うけど、いろんな要素をマイナスせないかんし、けどプラスしたいしっていう、この自分のね、まあ、欲がこうある中で、まあだからそれをいろいろ抑えた上で3パターンに収めたと思っといてくださいまだまだやりたかった実はあったんですけど、まあけどとっても僕にとってもかなり満足いく、うん、いやでね最初ね、なんか今回のこの、まあ、先月言ったかもしれませんけど、今回3パターン曲としては作らせてもらって、で2パターン目の時に結構そのなんてバラエティーな感じで作ったので、あこれコンサートで、まあ、ちょっと弾ける曲にならないなと思って、いつもやっぱり先生の曲 CM 曲はコンサートでも弾きたいし、うん、そういうなんかね、CM でも広がればコンサートでも細川歯科医に広がりたいし、まあ、いつも僕はそういうマインドでコンサートじゃあ作曲させてもらってるんですけど、まあけど第2弾で作ったやつもMC 中に言えるネタになったなと思って、そうまあ、だからなんかお蔵入りのやつね、そう、うん、無駄にはなってないよねっていう、うん、まあけどバラエティーなやつもなかなか自分の中でも作る機会がなかったので、うん、あれも自分の中でこうクリエイティブできた部分でもあるし、そういうでこの間昨日か先生にお電話した時に、
やっぱね、ここにもゲストで来ていただきましたけど、うん、島田雄介さんがいて、うん、まあ、照明、そして、まあ、今回プロデューサーですけども、で細川先生がいて山下がいてっていう、このさ尖った3人が妥協なく、うん、まあ、作る CM、 これはまあそのコーチの、まあ、まあこういう言葉はあんまり良くないかもしれないですけど、まあ、いわゆる、まあ、田舎の CM っていうクオリティではなくて、うんうんうん、で予算がないけどちょっとやってくれんかとか、うん、そういうなんか作り方ではなくて、うん、まずいいものを作ろうやから始まるこの感じ、うん、でこれはゆうすけさんもやっぱ言ってたし、これをやらせてもらえるやっぱり環境を細川先生が作ってくれてる、でそれにみんなが引っ張られて、うん、コーチの CM がまたレベル上がっていくんですよ、うん、変わりましたからね、相当変わりましたよね、ブラシタイムでね、うん、相当刺激物になってますよね。え、それってどう思います、なんか客観的に。やっぱり前回もそうだったけど、まあ、いろんな面で自分の中では無理するんですよ、いろんなところで、でもう限界ギリギリのところの話をしていく と、まず島田さんもう10言わなくても5言うと多分もう分かってくれてるんで、はい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 、でその残りの5もちゃんと理解してくれてるし、うん、でそれを俊君に話をしてもちゃんと伝わってるんで、そうですね、あの温度感もニュアンスも、それからこういう僕はほらこういうものを具体的にこうしたいっていうことはあまり上手に言えないんで、うん、なことないでしょ、いやそれをちゃんとね、あの形にしてくれる、それを汲み取ってくれる、それを形にして音楽にしてくれるっていうところで、うん、尖った3人っていうのはすごい、うん、ね、いやなんか大体同じチームでずっとやると大体同じものができるし、うん、アイデアが なくなるけど、うん、やっぱこうやって面白くてみんなそれぞれがまた違うベクトルで仕事をしていて、そういうその日々何か新しいものを求めているからこそ、うん、どのタイミングで出会っても新しいアイデアが出るんですよね、うん、これがねやっぱいいことだと思うんですよ、だいたい一緒にずっとやり続けると凝り固まってしまって ね、そう、うんうんうん、それがだいたい普通だと思うんですよ、うん、けども僕らの場合は多分それがもうない、今回また違いますからね、全然違いますよね、 やばいですよ、ね、いやマラソンやっててよかったと思ったもんそっちね、そっちね、あ、まあ、今回あの先生は今また違う特訓をね、マラソン以外の今ね特訓をされてるとお聞きしましたけども、うん、昨日ね、はい、どんなで明日もね、はい、でどんな特訓を、ね、まあ、曲が15秒なんですよね、で、はい、その15秒の中にその打ち出したっていうものを取り入れながらっていう、そう、今回細川歯科医も全面に出てる CM ですもんね、もういわゆるもうコテコテという言い方はちょっとあれですけれど、うん、まあザ CM というものを、うん、作ろうということで、じゃあ、当然私も出演たわけですよ、そうですよね、はい、でまあいろいろオーダーが来るんですけど、まあなかなか未経験なことばっかりでね、それを昨日が2回目なんです。でだから何をやって言っちゃっていいのかな？ここはいい気がしますね。いいんかな。先生がやってることは僕は言ってもいい気は。僕もまあ、中でちょっとちょこちょこ動かないといけないんで。動かないといけないですね。まあ、動かないといけないって言っても遊びで動けるわけじゃないんで。やっぱりちゃんとこう形にしないといけないというわけですよ。そうですね。まあいわゆるだから振りがちゃんとある。そうなんですよね。はい、歌詞が多分ある。振りがある、うん。すごいね。すごくないですか。もうね。新しいチャレンジしまくりですね。今年は。ダンスレッスンですか。ダンスイングしてるんですよね。ダンスレッスン行ってますから今。年男やばいですね。年男今年やるぞみたいな。で昨日ターンのちょっと仕方を教えてもらった。ダンスのターンの仕方ね、うん、はい、コツをね、はい、でちょっとまあ回ってみてみたいな感じで、ちょっと今やれます
え、今やめようや。ちょ、練習の成果、ほら笑ってますよ。ほらちょっとやってみましょう。やってみましょう、別にね。あ、そうですか。そう、別にやったって。ね、うんうん、なんかね、こうして一回する、はい、回るじゃないですか、はい、で例えば右足軸でこう回るときに、はい、上半身で回ったらダメなんですって、はいはいはい、でここで回るんですって、はいはい、腰で、あ、いいですね、で腰で回るんですって、おー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 、そうすると軸がぶれないんで、はい、なるほど、こんな感じで回ると、おお、キレがいいですね、先生でしょ、でこれを一回で回るってことですか。難しいのが、はい、ね、一回こう回って、今度はこうなんです。はい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 、軸足が右と左で変わるんです。はいはいはい、だからバランス悪いとダメですよね。こう行くんだけど、今度はこっちへ回る、はいはいはい、っていうのを、30分ぐらいやってました。いやいやいや、だから、どっちが回りやすいとかあるでしょ、やっぱり。ね、先生も左手も使いようもね。右足軸の方が回りやすい、うん、左はね、ブレます。やっぱ普段から両方使ってる人たちっていうのは、ね、そこまで大変じゃないみたいですよ。やっぱ右手だけ自分の利き手だけ使ってる人ってやっぱりその辺の脳みそなんで、まあ、腰で回ってるけど脳みそでも指示して回ってるから仕事的にはね、仕事の中では両手使うことも結構多くて、ね、うん、例えば外科するじゃないですか、はいはい、外科するときにピンセット持ってこっち側のまたピンセット持つんで縫合ね、縫うときなんかは両方でこう行くんで、あ、でそうですよね、やっぱり、うん、器用じゃないとできないですもんね、うん、その今度はね、焼肉行ってこう切って縫いましょうか前で。ちょっとそれ見てみたい。見てみたい。やります今度、うん、いや本当見てみたい。やってください。あ、やります。カツオでもいいですよ。あ、カツオちょっと柔らかめのやつでも。あ、わかりました。はい、じゃあそれ見てみたい。かっこいい。そうだ、だってほらいつも見る側じゃない、やられる側だから。見てないですか、ね、見てみたい、うん、やってるの。あ、ちょっと楽しみです。でそんなこんなで昨日はそのダンスを、はい、仕上げながら、まあ、また明日ですけどね。明日はちょっとで、まあ、今回そのとてもいい、ものが出来上がると思うんですけど、先生の中でこう、まあ、どういったテーマというか、まあ、細川司会を前面に出す、うん、まあ、企業 CM をある意味作るわけですけども、うんうん、なんかここに行くまでに、うん、まあ、去年からこの構想は一応話は聞いてましたけど、うん、改めてその今回の CM にかける思いというか、まあ、まず、歯科医院っていうのはそのあんまりイメージとしては前から言ってるけど良くないじゃないですか、うん、そうですね、はい、良くないところでめちゃめちゃポッピーな感じの、ダンスをするっていうのはこのアンバランスさっていうのがちょっと狙いかなと思います、うん、なるほどなるほどね。だからこうずっとね先生がやっぱりこう感謝されない仕事っていうことを前にも言ってくださいましたけど、うん、やっぱ歯医者さんに行くことがまず難しい、ハードルが高いと、うん、痛くなってみんな行くっていう、うんうん、痛くなる前から言ったらそんなに、まあ、痛いことももしかしたらない、ね、うん、パターンもあると思いますけども、その行く癖がないというか、うんうん、まあ、だからそういった意味でのその明るさで、うん、真逆で行く。であとその第1回目の、うん、CM を作った時も、はいはい、うん、一番先生反響があったって言ったのはリクルートっておっしゃってましたけど、それは大きかったですね。今回それもやっぱり狙ってるんですか、うんうん、いやっていうよりは、うん、まあ、私の年齢から言っても、まあ、そろそろ、ね、次のことも考えないといけない、ね、病院の後の問題、はいはいはい、そうすると、まあ、今の、この20年30年やってきたことの、まあ、総仕上げ的な感じで、まあ、イメージを払拭したいっていうのが根幹にはありますけど、すごいですね、一回リセットしたいっていう。いや、それは先生にしか言えん、わ、言えんな、まあ、ね、30年だから僕もまだデビューして17、8年目だから20年やってないし30年やり続けてそれをもう一回リセットしたいと、うん、なんでリセットしたいんですか。いや、普通だってゼロにするんじゃないんですよ、うん、ゼロにするんじゃなくて、今までやってきたこともあるんですけど次に行くためにはやっぱり平らなところを一回ちゃんと作らないといけない、うん、でそのためにうちに今までずっとその
できてきたイメージっていうものを一回こうクリアにしたい、するためには消しゴムで消すんではなくて、その上に、いろんな色のペンキを塗って、その上にまた何かを作りたいって。いや面白いね。いやけど多分今回の CM って本当、うん、オスカー司会員がまた新しいどっか場所に出したのみたいな。そうってことでしょ。そうそういうことでしょ。そう、おー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 、よかった。うん、いやそんな感じになりそう本当に、うん、なんか儲けすぎて2つ目出しました先生みたいな、うん、ぐらいの、うん、ぐらいのポップさですよね、うん、すごいですすごいすごいですやばいです。今回ヒゲも剃らずに。いやヒゲはどうするかっていうのはまた監督に、総監督にねちょっと今相談しないといけないんですよ。またね、どうしようかなと思って、それも昨日話になってたんですけどね。あーねー、うん、いやー僕は残したいんですよね。ですよね、うん、ダンけどあの感じだとダンディーな感じでいいっすよね。いいと思うんですけどね。で笑ってれば、はい、いいですよね、うん、とにかく笑ってくれ言われてました。そうだから真剣な顔で踊ったらダメですいや前回も6年前もだからもう4時間ずっと新大久保じゃ恵比寿か新大久保はその後2次会だ恵比寿でもう笑い続けたじゃないですか。もう歯の模型の周りをもう延々と4時間走ってもう笑えねえぞっていうヘトヘトになってて先生笑顔死んでる顔死んでるいや死んでるってもうあかんって懐かしいね。でみんながねなんかこう笑かしてくれるんですよ、うん、そうですね。もう後ろでね、うん、もうとにかく笑かしたろうと思って、うん、先生の笑顔待ちでしたからね。そう今回もそんな予感がしてダメダメダメもう成長しないと先生もうキレもだから準備的には2月の7日までにダンスは完璧にしといて余裕でできながらカッコつけながら最後笑顔でいくっていう理想です、うん、そうそこでしょ。そう、うん、昨日ちょっと風呂入る前にちょっとね自主練したんで。あ、いいですね、いいですね。いや多分だって最後超インパクトありますからね。あれすごい。あれただカッコつけてなんか回ってたらあかんですよ。手まあそんな感じで、はい、手な感じでいきましょう、はい、うん。で、今年も、まあ、1月で始まりました。まあ、はい、年始いろいろ、うん、ありましたし、ちょっと先ほども僕も言いましたけど、まあ、竜が暴れてるとも言いましたが、今年、まあ、1年間、どんな年にしたい目標夢。私ですか。はい、まあ、年男、今年60歳に7月でなりますけど。そうですね、はい、いろいろねけじめをつけないといけない年なんですよ今年で。そのけじめをつけるためにしないといけないこともいろいろあって、まあ一つの節目かなと思うんですけどね。次へ何かをするために何か見つけたい年なんです今年。去年ぐらいからなんとなくねざわざわしてるんですよ。でそれが何かなって分かんないけど、なんとなく あこういうことをしたいのかなっていう。なんだろうね、なんだろうなんだろう、そう、何になんだろうな。楽しみですね、うん、まあ一つ言えるのは、はいはい、言っちゃっていいですか。お、はい、会社作ります。ああ、そっか、うん、会社を作る、うん、登記します。で4月に登記をすることにもう進めていってますの、はい、おめでとうございます。ありがとうございますまあそこからもありますけど、まあいろいろなんていうかな、もう60代っていうと、この間も新年会行ってていろいろ思ったのが、若いとね、例えば20、30ぐらいだとこう いろいろやりたいことっていっぱいあるし、それができるんですよ。いろんな面で、金銭的な面というとかでもね。ただもう60ぐらいになってくると、例えば生命保険でいくとね、あと5年なんですよね、うん、でまあいろんな事業を始めるにしても、いろんなその制約っていうのがついてくるんですよね、うん、人生80年ぐらいじゃないですか。あとそうすると20年でしょ。で、まあ、20年言っても
まあ、その間に何があるか分かんないから、そうするとね、まあ、もう最後、6週ぐらいから次の何か始めるためにこう、目標を立てないといかんかな、うん、その目標は何だろうかなって すごいねっていうのを、去年ぐらいから。いやだからそれいろんな、うん、僕もお世話になりゆう人から聞くけど、20だからまあ元気に動ける、まあ80までとして20年、うん、で逆算して決めないといけないっていう、うん、すごいですね。まだそういう年じゃないじゃない、うん、でやっぱりね、60過ぎるとね、60過ぎるというか、まああとそういうのは周り見てるとね、やりたいけどもうできない、肉体的にじゃなくて、まあもうそういうことを望まれてないっていう風にみんな思われてるっていう話は聞く。あの君の代じゃないよっていう。けど僕そういう意味ではそういう人じゃない人といつもいるから、まあ、例えば、まあ、これから先生もそうだし、多分なんか日々刺激を、うん、本人がもう小学校中学生のような心、うんうんうん、心を持って、まあ、仕事であったり、まあ、その遊びであったり、うん、なんかやりゆう人といるともう全然なんかそのベクトルが一緒っすけどね。うん、だからなんか多分僕は先生が今そうやって、まあ、現実な多分言葉で言ってくれたけど、まあ、実際動き始めたら多分そんな感じじゃないかなっていうふうに僕思いますけどね。楽しんでそう、うん、何か見つけたらね。ただ見つけたらっていうか、まあ次の代へつなぐための一つの、うん、橋桁にならないといけない年代でしょうね。けどそういうことをなんか、まあ今回の、うん、第1回目のねブラッシュもそうですけど、まあ、先生みたいにこう芸術アート、しかもコーチのっていうことに対してそういう道筋を作ってくれる人っていうのはやっぱり田舎になればなるほど先生も難しいって言ってたじゃないですか、うん、もっと難しいよ ね、うん、いやだからそれをこう目に見えないものであったりとか、うん、そういうことを先生はずっと、まあ、うん、逆に言うとやり続けてくれている、うん、でやり続けたまた人しか見えないものが、うん、先生絶対あるでしょ、うん、多分、うん、だから先生しか多分感じれないことが あって、うんうん、多いね、うん、そこは、うんうん、いやだからそれをなんかこう僕はいつも先生からもらってるというか、空気感ももらってるし、だからやっぱり逆に言うとそういう背中を多分僕は見てるから、こういう人たちに貢献したいなとかそういうまた思える人生にも絶対なっていくだろうし、もうすでに、うん、まあ、先生には見せてもらってるっていうのはあるので、うん、まあ、なんかそれをずっと続けてほしいなと思うし、なんかそういう背中を見つけたいというか、まあ、なんか若い時に言われた言葉でもあるけど今でもそうだし、多分先生も今からでもそうだと思うけど、もう多分僕たちは、普通に生きられないというか、うんうん、そういう人生にもう乗っちゃったので入っちゃったので、うん、多分先生もし続けないといけない人に なるし、なんかそこはそういう人であってほしいなって。あ、なるほどね、うんうん、よくなんか僕は弱い時に言われるんすよ、うん、先輩に言われる一言があって、そういやもうけどお前はそれで走り続けるんだからもう逃げれないぞって言われた時に、それがしんどくなるんじゃなくて、僕の場合はそれがやっぱそうっすよねっていう風になんかなるから、なんかあと20年後でしょ、うん、そうね、20年後です。先生ちょうど20違うっすね、そうね、ということは80だぜそうね先生ね、けど待ってくださいよ、80と60よ。けど先生よく考えてください、先生のお母さん何歳ですか？92。めちゃくちゃ若いですからねだからその自分のまた見えてるじゃないですか、お母さんが元気な、それでかくないですか結構。
まあね、女性長生きだからね。女性も長生きするでしょう、もう今から走りまくってたら大丈夫ですよ元気に、彼がね、家庭では言われてるからね、長生きしてねっていう。あ、ね、それはそうですよ。私が先よっていう。もうみんなね、そのパターン多分今見てるから、ね、そのパターンですねいや、それはその言葉も僕も奥さんから聞きましたよ、そうそう、それ先生が言ってるんです、うん、夫婦ですね。ありがとうございますそっか。で、どうなんですか、今年はどんな感じでいくんですか。なんかそのより飛躍をしたいなと思ってます。去年は九州ずっと回ったでしょ。で、九州、東北、どんな感じで、東京、大阪、まあ、春もちょっとまだ動き切れてないんですけど、東北と、九州も4月あたりに行きたいなと今思って動き始めてます、うん、はい。まあ、あと名古屋、中部地方もそうだし、まあ、大阪は、結構2月にも2回行くのでとか、まあ今年も全国回るってこともそうだし、まあ、一番はもう去年の終わりから決めてるのは、会社をちょっと本当にちゃんと整えたい、だから先生にもまあね、ちょっと言葉言わせてもらってますけど、やっぱりちょっと本当っきり手伝う人を今探していて、で、まあ、その外枠を、外枠じゃないな、逆に中をしっかりできたら、多分もう自分の行きたいフィールドがあって、演奏もしっかりその舞台というか、もう自分が多分もうここまでいけるだろうっていう自信も、なんか今までももちろん1000人クラスでのコンサートもしたけど、あの時はやっぱ勢いだったし、そのネームで自分たちで行ってたけど、今はまた今あそこに帰ったら、多分もっともっと俺はエンターテインメントできるってい もう自信が今あるんですよ。でそれをちゃんとその枠で自分が表現できるような、状況を作らんと、もうずっと一人でやってて、これ以上先はないので、その中をやっぱりもうちゃんとしたものに、会社としてちゃんとしたエンターテインメント、まあ、配信事業部、なんかそこを今年はなんかしっかり固める年にしたいなと。だからそれがおのずと演奏であったりとか、まあ、皆さんに届く環境が増えていくんじゃないかなっていうのを一応思ってますね、うん。まあ、難しいよね。僕は客観的にしか、客観的にものが言えないんで、まあ、一ファンとして見てると、その音楽関係の人っていうか、そのギタリストさんとか、まあ、いろんなね、個人演奏家の方って、はい、個人事業主じゃないですか、はい。でこの個人事業主でこう営業していくっていうのはなかなか限界があるんで、それもある程度お膳立てをしてくれて、そこへ自分がこう演奏に行くっていうような、はい、マネジメントのその分担っていうか、それをしないと、もう全部やっちゃってるでしょ。そうです、もう全部、だからもう全部できます。できちゃったからやれてるんだろうけど、多分そのいわゆる僕が多分今頭で思ってるのは、その僕が今やってることをまとめてほしいっていうのもあるけど、その僕のアイデア全てを違う人が、山下俊介もう1人、2人、3人作れば、より営業が増えると思うんですよ、シンプルに、うん。だからまとめ役というよりは、もう分身を、分身だな、そう、分身を本当に作りたいなと思ってます。コーチ分身でいいじゃん。いや、そうだから、コーチ分身だよ。分身1号ですから、先生。なんかゆるキャラみたいな山下一号ですからもうそうだから、そういう風になんかどんどん今年は広げていけたらいいなっていうのは思ってます、ね。変わりますね、それはね。今までなかった感じの、ミュージシャンのその営業形態というかね。そうですね、うん。まあ、なんか箱じゃないけどね、やっぱ今は特に、まあね、芸能界も今こたこたいろいろしてますけど、まあ、やっぱりその自分自身がマネジメントの、ことであったり、自分自身がやっぱり人に任せっきりだと、やっぱり自分自身が分かんなくなるし、自分だけだとやっぱり辛い部分もあるし、やっぱりそういうそのセルフプロデュースもできつつも、自分の会社っていう支えてくれる人がちゃんといるっていう、多分コンパクトな、事務所というか、その会社が多分これから当たり前のように主流になるんじゃないかなと
思うんですよね。一人二人は絶対いりますですね、は、うん、はい、間違いなくね。だから先生もだってね、今何人、6人、7人、10人、10人ぐらいですか今、うん、今は、9。あ、9人。やっぱりそういう力があって前に進んでいくわけじゃないですか、うん、だからそういう力がないと本当になんか一生懸命ずっと一人で旅を、うん、してる感じなので、ね、全部じ、ね、営業管理からもう会計収支から全部自分じゃない、はい、たまらんぜよそりゃ頭おかしいですよねいやだからできちゃうのがすごいけど、ね、いやだから改めてバカだなってさ去年やっぱり1000人規模のコンサートでオーケストラだから出演者 7,80 名スタッフ30名ぐらい全部一人で管理してましたからねバカじゃない そこの限界をほら去年感じたでしょ。そういやだから毎回感じてました。だからその1000人だから3、400人だったらできるんですよ、うん、別に何でもないんですけどやっぱそうもうだから あそこに行きたいからもうやっぱりもう限界だなっていう、ね、限界をなんとなくね、はい、思っちゃったでしょ。そう思いました、うん、本当に、うん、だしあそこにもう一回やっぱり改めて戻りたいし、うん、今の俺なら戻れるっていう、うん、自信が、ね、今の俺なら戻れる言うてみたよそれまあ戻れるというかそのよりできる、うん、そんな風にこう自分をなんか思った去年があったので、だから去年そういう風にもう本当一人で全国回ったのが、まあ、それも自信になりましたし、もっともっとああいうその応援してくれる人たちが応援したい、もっと山下に会いに行きたい、だこの間もけどあのファンの方が言ってくれたのが最近なんかその会いに行きたいとか、うん、俊介と一緒におったら何かが変わるっていうことをよりこう思えてきたっていうことを言ってくれてて、だそれがすごい嬉しかったですよね、うん、だからそういう人になりたかったので、うん、巻き込んでいろんなご迷惑もたくさんの人にかけてますけど、もうけどもう日本のそういう教育もやめてほしくて、もう迷惑なんてかけるじゃないですか、うんうんうん、絶対人間って。だから迷惑かけてもとにかくそれ以上にその人たちに対して恩を返すっていう方がプラスになると思うんですよ、うんうんうん、絶対そうでしょ先生。だからそれがね、言うてそれを、うん、もう一言で言うと、うん、お互い様っていうやつ。あですね、うん、いいですね、うん、迷惑かけられ、うん、ね、そ, それで成長していくのよ。ああらす、ね、20個の先輩迷惑かけてください。ありがとうございます先輩。もうかけられるのがもう本業みたいな。本業みたいな。その代わり頼むぜよみたいな ね, そうだね。だって僕は俊君からもらってるのはそのほらあのマラソンやろうぜっていうのもそう、野球やろうぜっていうのあったけど、マラソンやろうぜっていうのもそうじゃない。そうですね。それでほらもうこの去年1年間もそうだし、うん、まあ、今からもうずっとそういう風になっていくだろうし、うんうんうん、自分の、モーメント変えてくれたっていうのも、うんうん、俊君だし、うん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 、だからお互い持ちつ持たれつっていうのは、はいはい、と僕は思ってる、ね、もう僕は大体先生がこんなに変わるかってぐらい変わったからめっちゃ面白いですけどね。食べ物から変わったからね今日来てここ来てね、腹減ったから、いやこれはちょっとおにぎり食べとこうかな。おにぎりは食べました、うんうん、すいません、米食べました。米は僕は食べていいと思います。で、普通ならなんかねジュースなんですけど、プロテインでしたもう先生からプロテインっていう言葉が出る時点で頭もう変わりすぎでしょ。もう本当にプロテインをいつもねコンビニ行ったら探してるんだどこにプロテインの棚あるだろうみたいな、ね、最近こんな味が出たんやとかねよもやよもやよ、本当に変わったよね、うん、本当にね、おかげさまでございますわ。いやーすごい、本当にすごい。やっぱり人ってね変われるんだって、うん、しかもいいように、うん、ね、そうですよね先生ね。それはまあ今年ね、まずは来月の龍馬マラソンで頑張り、はい、いやそうです、もうやっていきましょう。今週もあれ終わりですから、はい、目指せ完走、完走、怪我なくね、はい、本当走ってる人でも怪我するんで、うん、それ基本的に気をつけてください。それだけは、はいはい、目指せ完走、自分のペースで、完走できること、はい、僕も頑張ります。頑張ろう。じゃあ1ヶ月後頑張りましょう。1ヶ月後ちょうど1ヶ月後
このラジオでどんな喋りをするか、喋、ね、れるのか、そして次の日どんな仕事をしたのか、で僕はコンサートその日の夜ちゃんと弾けるのか、よし頑張りましょう、交互期待交互期待ということ では今年もよろしくお願いします。今年も皆さん、よろしくお願いいたします。それでは山下俊介のブラッシュタイムラディオ、さよなら。